はい、本当に来ていただけるとは思っておりませんです。えー、今日お招きいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。長渕さん、はい、こういったビジネスカンファレンスです、ラインデーはい、はい、こういったビジネスカンファレンスに長渕さんがご出演ご登壇されたことってあるんですか。初めてです。ですよね。はい。今回なんでまた出ていただけることに。 あまあご縁が作っていただいてですね、<laughs> やっぱりその新しいことを僕も好きでしてね、何やら面白いことをやってるなあっていうのをこう今まで傍観してたんですけど、一応自分もちょっと飛び込んでね、マスタたちの世界にま入ってやってみようってそういう気持ちがすごくありましてね、でこのまえやらせていただきました。<laughs> ありがとうございます。実はあの私と長渕さんの出会いを。 もともと作られたのはあの方ですよね。<laughs> いいんですか。<laughs> あの、いいそうですよ <laughs>。あのー、僕の旧知の中でもありましてですね。えー、まあ。この業界での、盟友でもあり、同期でもあります。秋元康。えー、彼がきっかけでですね。えー、久々、まあ。僕も。あのー、このコロナ期に。どんな。 歌を歌おうかなんて支援してた時にまあ秋元とちょっと連絡取ってそれで「尺投げ色の空」っていうものがまあ輪郭を描けたんですけどもねその時にいろんなことを話をして彼はもともと僕は「女とニッはい二部だったんですよその後お互い売れないもの同士じゃないですか <laughs> 彼は売れない放送作家僕は 売れないシンンガーーソングライターその二人がブースの中に入ってですね、まあ、明日を夢見ながら一生懸命まあ戦っていったまあ盟友と申しますかねそういう中でした、はい、あ,のある日あの秋元さんから、まあ、LINE が来てですね、はい、まあいつものようにこう、まあ、いろんな雑談なのかなと思ったらですね「長、うん、口さんと会ってみないかと」と <laughs> 増田君と 剛があったら何かが生まれる気がするんだよねっていう <laughs> <れは S 1> あの特に詳細は何もなくですね、うん、とりあえずあの会ってみてくれということで、はい、あのお会いさせていただいたわけですけれどもその中でまさにいろんなお話をさせていただいて、はい、でその中で先ほど、まあ、少しご紹介させていただきましたがあのオンラインライブをご一緒しましょうということになりましたけれども、ええええ、実際に今回なぜ もう長渕さんほどまさにあのリアルにこだわった、うん、オフラインにこだわった、うん、そしてこうファンとのつながりにこだわったアーティストはいらっしゃらないと思うんですが、はい、今回なぜオンラインライブをやるという決断をされたと言ってみればだからなんですね、うんうん、だから今まで自分が生業としてきたものはその観客のその心に着火するっていうことがいつも念頭においてやってきましたし声援と拳とか。 あるいは一時期は日本の国旗にこだわったりやってまいりましたけどもあの時代とともにですね僕らのこうやってることっていうのは、まあ、クリエイトっていうものなんですけども作ったその瞬間にですね非常に切な的であの言ってみれば祭典というのは祈りの儀なわけですねその祈りの儀が終わった瞬間にあのチベットのスナマンダーと一緒でさーっと一瞬にして終わってしまうんですね。うん だからやってきたこと作り上げたものは一緒に風化してしまうそして次をまた狙っていかなきゃいけないと作り続けるっていうことにテーマがあるわけですからつまりは作った瞬間にもうすでに次のことを考えるわけですねうそういった意味では壊しては作り壊しては作りっていうことを考えますとこの時代においての順応性とかこの時代においての我々まあ 音楽を必要としている人間の心には何が必要か常にやっぱ考えるわけですね。そういった意味では、まあ新しい技術の中に自分の心とか、えー、聞いてる人たちの心をどういうふうに、えー、取り入れて表現するのかっていうのはまたこれ面白いわけですよ。え、そういった意味であの今回あの関わらせていただきました。あの実際こうじゃあ。 あ何か一緒にご一緒できたらいいですよねってお話の中でま,あまさにオンラインライブの話にもすぐなって私、実はその時に驚いたのはですねまあ私どものこう立場からすると例えばこういう技術があってだよこういういオンラインではこういうのがあってだよみたいなお話をま,あまず最初にこうなんでしょうねインプットさせていただくところからスタートかなと思ってたんですがすでに最初のお話の中から 例えばこの間「ビヨンドライブあったよねというお話も長内さんの口からあってですね <laughs>、うん、まさに「ビヨンドライブあ v V ライブがやっている新しい形のまさにオンラインライブなんですがこれ、まさに私もリアルタイムで見てたんですがそれがあったのはおそらく数週間前ぐらいですよねそうですね見てたんだよとあれがこうでこうでさーってでもあれはさーっていう。 話ができたのが本当にこう驚きでして、そういったところっていうのはやっぱりご覧になられてるんですか。あのやっぱり気になりますね。あのその時代その時代の中での前進的なことをやってるまあ人たちってのは僕はねやっぱりある種狂気性を秘めててね時代を牽引していくあの戦士みたいな感じがするんですよ。 でそこに心が伴ってて何を表現していくか人々の寂しさとか苦しみとかそういったものを共有してで技術薬師の中にそういうアーティストの、まあ、作り手のですね技術の作り手もそうですねそういったものはある種の狂気性を秘っていうのは何かっていうと人をこう懲らしめることではなくてですね 何かを生み出すために自分が狂気のごとく芦ラのような顔になって日々、陰で努力しているわけですね、うん、そういうのがやっぱたまらなく戦ってる感じがして、ですね大好きですねあの。まさにリハ、私、ご一緒にしてたんですが、まさにそれでしたね <laughs> <laughs> いや増田さんも僕と同じ T シャツを着ていただいて、ですね <laughs> 一緒に客席の中であのものを作っていただいて、本当に僕嬉しかった。実際、ね、田さん やられて、うん、まああの終わった後にまず一番最初にこうお話をさせていただいたときにあのまあ疲れたよという一言いただきましたけども <laughs> 実際終えられてどうでしたか本当のこと言っていいですかもうあの本当のこと言っていただければあのねものすごくやりにくかったのっだって例えばこうあのここでギターで歌って ダーンと歌った後に必ず拍手や声援がありますよねそのボルテージを受けて自分らが次に何を発言するかとかどういう音を醸し出すかってことを常に考えてきたわけでしょ、うん、ところがコールレスポンスがないわけですよそうですよねせーんとしてましたもんねそうだから打っても返ってこないんですよ、うん、投げても返ってこないわけですよ直球ででもみんなはなんかそのレスポンスすごいよだだだだだダコとあのスマホの中にあコメント欄ですね 僕らも馴染みないからだからって <laughs> <laughs> 感じでねとてもやりにくかった何を目標に何を見つめてそして何の声を期待して自分が進行してい,うん、うん、いったらいいのかっていうのはとてもあの困りましたね結果を見てですよあこういうことだったのかと思いました <laughs> でもコメント欄本当に すごかったですし例えば今回、あの後ろ側でファンの方と300人ですね繋がしていただいてで実際、開演が少し遅れた時にですね、えー、その繋いでいるその300人たちがみんなずっと強しコールをしているわけですよ、<laughs> でコメント欄もずっと強しコールなわけですよ、えー、ただ会場はシーンしんしんですよね。 僕ら表現者にとっては新しい表現のこうを求められてるんだというふうに途中から考え方を切り替えたんですねそれまではどこを見ていんんだ分かんないで,すあでもこれはこの静岡が帰った中でそこに人々が日本つつ裏裏耳目を澄まして何を語ってくれるんだ何を歌ってくれるんだっていうふうに見てるんだなと想像しながらですねそしてまあやるという。はい そういった意味では新しい表現を期待されているというとままたこれも燃えてきますねうん、うん、あの先ほどまあ私の方でずっと DX、DX とまあデジタル化というお話をさせていただいたときに実はこうユーザーに対してどうあるかというのをずっとお話ししてたんですがうん、うん、本当はまあ今のお話を聞くとそのアーティスト側ですね、はい、まさにアーティスト側にもこの体験ですよね実際のライブと同じような体験、うんはい、オフラインのライブと同じような体験例えば コールア,スアンドレスポンスしたいですよね聞こえてきてほしいですよね聞こえてきてほしいあの、まあ、切ないんですよだからそこら辺はまだその技術的に改善していく部分として、うん、あの我々がまさにあの環境として整えていく部分なんじゃないかなとは思いますあ<ー>あの実際ライブがまさに終えられて1週間2週間経ちましたけれども その時点ででどうですかこういったことをもっとしたいんだとか、ここ、改善できるんじゃないかとかっていうあのいろんなアイデアが浮かびましたね、うん、僕らの制作スタッフチームも、最初はなんとなく達成感をどこに持っていいのかって、非常にまあ迷ったりしてましたけれども、うん、まあでも、やり終えた結果、次こうしたいっていう風うに、すぐ考え方が切り替わってきましたね、うん、あこういうテイストでやるんだなと、そうするともう少し、うん、音の改良、改善点を、こういう手でやるにはどうしたらいいんだとか。はいはい あとは映像の改良点もう一つはねこれは僕のねお願いなんだけどバーチャルって今あるじゃないですか、はい、普通のファンの子たちのおうちに僕がやってきて、例えば、あのマ田さんが例えばファンだとしましょう,そう僕がここに来るはずないのにとことことギターケースを抱えてきてねギターケースかギターを思うのに出してこの距離で歌うっていうバーチャルで。例えば 『うん、スター・ウォーズ』のホログラムのいいんで、ね、そうそう <laughs>、うん、できないかなと思いました。で逆もシンなりで客もお客さんも選ばれた人がドア開けてやってきて、うん、僕の例えばお家にやってきてバーチャルなんだけどそこでその人を目の前にして語り合って、うん、そして歌を歌っていくってそういうことができたらこれはまた今までにない強烈なシーンが作れるなっていうふうには思いましたね。 剛さんの,そのホログラムというかこうバーチャルは、うん、剛さんの意思とつながっているものなのかあ、うん、それは AI なのかでいうとどちらをいいですか意思をつなげたいのよ、意志をつなげたいやっぱり、うんうん、切ないけどね、切,切なさがまた人間というものの,その別にしていかなきゃいけない離れていることのね、これはその心の,その浄化みたいなものがあるんですよ、実は。会会いいいたいけど会えない でつながりたいけどつながれないけど君そこにいるよねバーチャルでも確かに生きてってくれるよねでも死んだ者たちもバーチャルで帰ってくるってことはもしかすれば人間の心で一番大事なものをね逆にあの教わってるんじゃないかなっていう感じはしますね。 例えば別のアプローチとしてそれこそ秋元さんがやられた AI 美空ひばりやってましたねありましたけれどもあれについてはどういうご意見もう生きてる時にやりたいですね <laughs> <laughs> 切ないうん、うん、しまあ死んでからやれるのもいいんだけど、うん、まあやっぱ命あるうちにそういったものを体験してあらゆるところに僕が出かけてってね今までコンサート会場をずっとやってきたようにあのその人のところに行って歌ってみたいなっていう感じはします。 かりました作ってください宿題として受けてまりました <laughs> あの今テクノロジーのお話を少しさせていただいたんですがまさにこう今までも CD から例えば MD になって、うん、で、まあ、ダウンロードになって、ええ、で今あのストリーミングになってますけれども、ええ、技術と音楽って、まあ、ずっと並走,してた並走してきたんだと思うんですが、ええ、今後のライブビジネスまあ、まあ、エンターテインメントビジネス全般でもいいと思うんですが 長渕さんの目線から見てどういうふうに変わっていくものだと思いますか今回のソーシャルディスタンスとかも含めてですけど僕は、ね、そのビジネスのこととか技術躍進のことは、まあ、期待をするだけでビジネスのことはあまよく分からないんですけどただ我々に求められていることは非常にあの正しいことを求められたと思いますつまり、くだらなないいものは必要ないってことですねうん、うん、だからちゃんとしたものでないと受け入れることができない。 あるいは本物だけが勝ち上がる世界であるということですねそれ、その組に自分が入るためにどう精進していくかどんな歌を書くべきかということをアーティスト自身がやっぱり切り詰めて切り詰めてもっともっとストイックになって歌を作るべきだという感じがしますどんな時代になっても音楽は消えません人間の心には血が流れているようにメロディーは必ずしも必ず流れてこなきゃいけないものですじゃあアーティストが何を感じて どの人にこの人に何を伝えたいかっていうことはもっともっと苦しみも湧きながらですね書く必要があるんじゃないかなっていうふうに改めて僕は思いますね。だからやりがいありうすね、うん、例えば永井さんももうずっとまさに昭和平成令和ともうず,ずっとまさに第一線で走られてますけれどもその中で音楽の作り方っていうのは 例えばいろいろスタジオもどん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 変わってますし、うん、機材も変わってますしそこのあたりってど,どのように対応されてきたか基本はですね僕はね変えちゃいけないことが一つだけあって、うん、人間と人間がやっぱり化学反応を起こしていい音楽はできるんですよただただ一人の世界の中で、えー、多重録音をしていってですね一人の世界観の中で、えー、機械と向き合ってやるっていうこともそれは一つの手法かもわかりませんだけども本来は 人間と人間が価値観の違う者同士が1つの目標を目指してやるからこそそこに新しい血が生まれるとそういう感じします音楽作りの醍醐味はそこを内側にしてはできないいと思いますねあの先ほど少しリハの話もさせていただきましたけど、はい、まさにあのリハの時きの、まあ、総合演出長渕剛として <laughs> まさにこうカメラ割りとか全部やられてましたけれども非常にあの記憶に残っているのは、うん、そのカット割り。はい これをそのままやるんじゃないと、うん、い,い音が鳴ってたら、うん、当然カメラは撮りたくなるだろうとそうです <laughs> 悲しい声が聞こえたらそこは悲しい寄りになるだろうみたいな。 話をずっとさされてましたよねすごくうれしいですねそうだなと思ってた神経を通わすっていう言葉がきっとそうなんだろうなと思って聞いてたんですけどもうね大割通りりに大割りを見ながらカット割りなんてしても一つもつまらないですから、うん、あなたの感性がそこにあるだろうってうことはだいぶこの前熱弁させてもらいましたね,ねみんなプロなんだからスペシャリストなんだから、うんうん、だからできるだろうっていうのは おっっしゃってましたもんね、ええ、でも見事にあの時間軸の中で皆、まあ、さん大変でしたけど一生懸命汗流してやってくれましたねそうですねあの、ええ、うちの社員の浅野というのがいるんですけど <laughs> 浅野君も LINELIVE の, <laughs> の,のそこそこ偉い人間なんですけども <laughs> もうずっと名古屋さん名古屋さんのそばにずっといましたもんね。 後半戦はね、もうボロボロになってました、浅野君、大丈夫かって、大丈夫ですって、なってましたね,っしたねもうずっとそばにいてくれました、あれも人と人とのなんかね、ぶつかり合いなんだろうなと思いまして、うなん僕はね、今回、LINE のチームの方々とお会いして思ったのは、まず若いってことです、もうね、人間はね、誤解をする人いますけど、50過ぎたらだめ、もういろんなものが染みついてて、言うことを聞かない、自分の価値観の中でずーっと埋没して終わってしまう、頑固です。 だけども若い世代は臨機応変ですから、うん、面白いことはガーッとみんなで担いでいこうぜやばいことは関係ないみんなに乗り越えていこうぜとそういうエネルギーがありますね無謀なものが若さの特権ですから、うん、そういう人間たちとととを組むの僕大好きだから LINE の人間たちは僕はねスタッフたちは狂気迫るこの時代の戦士であるというふうに結びましたよ <laughs> ありがとうございます永渕さんの狂気に負けないように永、ね、者 <laughs> さん今後挑戦者、はい 長渕剛として今後、どういう挑戦をされていきますかいやだから、増田さんたちがお考えになられるその技術をちゃんとお借りしてです理解をして、そして僕はまあどちらかというとえずっとアナログ派でやってきた人間ですから、どうやってその技術とね心を掛け合わせて大きな作品になるかということだけを今ただただ無双してます、うん。ね、ぜひあの我々も技術先ほど まあ、まさにご指摘いただいた課題としていただいたそのア,ーティストのアーティスト側の体験ですね、うん、これをどう、まあ、オフライン、まあ、リアルなものに合わせていくのかということもそうですし、はい、あとあれです、ね、あのバーチャル強しですねバーチャル強しはどうしようって今は考えてるんですが技術的にはできなくはないですがそれを組むのが大変だっていうあ<ー>あのまだそこにですね,あのね あの来年一緒になるヤフーのメンバーもいるんですが作ってほしいですね一緒にやれるものがあれば、うん、<laughs> やりたいいと思います画期的だと思いますよだって好きな人に会えるんですもんそこに触れることができないんですけどねで触れることができないっていう尊さを僕たちは知るっていうことが大事だと僕はすごく今回痛感してる触れられないんだけどそこにいるというその存在 命の証明みたいなものですねだから命の価値というものが逆に言ったら AI やバーチャルによって僕ら人間に気づかされるみたいなねうん、うん、そういう感じをすごくしてますねだからすごく期待してますわかりましたそこはまた絶対お願いしますよ考えておきます、うん、<ペー> <Support> はい、よろしくお願いいたします <laughs>、えー、まあ、あのいろいろとお話しさせていただいたんですがまあ、本来あの名古越さんこういった場所に出てきていただける方ではないと思いますので最後にですね、はい、この ライブ配信を見ているどこだという話ですけど、会場には誰もいないんですが、ライブ配信を見ているまあファンの方、そして LINE のユーザーに今後のエンターテイメント、今後の長渕剛について一言いただきなんですけど怖いな。どこ見ればいいんですか？口？ま正面で大丈夫です。あちらですね。ああそこでいいんですね。えっと僕初めてやらしてもらいました。 あの何でも初めてっていうことは困難や,んんやあの苦難がつきまとうんですけども一緒に感じましたそれを総勢今近のチームを合わせて LINE チームを合わせて約100名以上いました360度の大きなあのビジョンに LED に映されたもの圧巻でした今すぐにあなたのもとに行ってあなたと一緒に夕焼けを見たいと思った時にああこういうふうにして 二人で夕焼けが見れるんだなということを感じました。思わず泣きたくなる時もありました。切なくなりました。今すぐに大切な人のもとに行って抱きしめたいという感情が出てきました。バーチャルというのは偽物です。だけども我々はその疑似体験をすることによって人間の本質みたいなものに近づくことができるんだなと。やっぱり技術の躍進って人間の心があるんだなということを 本当に痛感しましまたそして生きてることがこれから生きていくことにとても希望を持ってました皆さんも同じように感じた方もいらっしゃると思いますこれからも増田さんたちが作られている技術それから我々が醸し出すクリエイトの世界に期待していただきたいと思います頑張りますよろしくお願いしますありがとうございました本、えー、本日本当に お忙しいところ駆けつけてくださいました、えー、中口雄さん本当にありがとうございました皆様ちょっと見えないかもしれませんが拍手とコメントでお送りくださいありがとうございましたありがとうございました